エースの意志は俺たちが継いでいくんだ。 ルフィ、そろそろ。 ああ、今行く。 あれからもう2年か。 心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。 だけど、お前なら必ずやれる。俺の弟だ。 よし、行くか。 マリンフォード頂上戦争から2年、世界の勢力図は大きく変化していた。海軍本部では戦国が食を退き、新たに赤犬、杯が元帥となった。それに先立ち、青木地九段は赤犬と衝突、決闘に敗れて海軍を去っていた。また白髭の死によって空席となった四皇の座は黒髭ティーチが奪い取り、 新世界で勢力を伸ばしつつあった。一方、麦わらの一味は沈黙を守り続けた。頂上戦争の後、2年後の最終決を仲間に伝えたルフィは、レイリーのもとで覇気の修行に励み、その間他の仲間たちもまた、それぞれに大きな成長を遂げる。そして2年を経た今、麦わらの一味は約束の地、シャボンディ諸島で再会の時を迎えようとしていた。 久しぶりだな、お前ら。久しぶりだな、お前ら。相手がホロホロ女なら俺に任せろ。てめえら邪魔すんじゃねえよ。こいつは可愛いから私がもらうんだ。死のう。
腹の一味か。院長が死亡したと聞いていたが。諦めてやるか。そういや、ゾロがいねえな。島まで連れてきてやったってのに。再集結する日が来ると分かってた。Yeah.
あげてんなおめえら。フランキー、お前すげえ体になってんじゃねえか。サニー号も無事だったんだな。そのことについちゃおめえらも知っておくべきことがある。今日まで船が無事だった。船を守る戦士が一人いたから。2年前俺たちをチリチリにすっ飛ばした張本人、大岡七部会の大男バーソロミュークマだ。数日前俺がサニー王にたどり着いた時は目を疑った。待っていた、任務完了だ。サニー号には傷一つなかった。なんであいつが敵だったんじゃねえのか。おめえらもうすうす気づいてたとは思うが、あの戦いですっ飛ばされなければ俺たちの命はなかった。結果的に俺たちは助けられたんだ。心に留めとけ。この一味にとってクマは大恩人だってことをな。君たち、島の状況がせわしなくなってきた。仲間も皆もう上陸している。船に全員を集めろ。少々慌ただしいが、それぞれの2年を乗り越えていよいよ再出発の時だ。よし、残りの奴らを探しに行くか。相手はあの麦わらだ。軍艦を、見ていたな。船は俺たちに任せてみんなを探してきてくれ。本物のレディーが生息してる。アイニードレディー。海賊クロアチの惨事確認。あの時ルフィが心配でついにここまで来てしまう。頼むぞ。レッドラー。誰だあのスーパーな美女は。お、ハンコックだ。助かった。ハンコック？七部会の海賊女帝じゃねえか。七部会と知り合いなのかルフィ。ああ、俺尿ヶ島に飛ばされたから友達なんだ。あの女帝と仲良し。ああ、お前ちゃんと修行してたんだろうな。お前、俺なんかな、俺なんか。ルフィ、仲間と無事に会えたようじゃな。いやー、海賊女帝がこっちに恵ませよって、サチー。
再起動できません。君は2年前より数段強くなっている模様。何やら海軍が騒いでおるの。ルフィの出航を阻む者はわらわが許さぬ。じゃねえか。お前、俺の位置に入れてやろうか。結構です。あんたと私じゃ全く釣り合わないわ。これはナミさんの気配。ナミスワーン、今行くよ。ほほほほ。ナミが来たか。ここは俺様が助けてやるとすっか。
ゴムの。ネガティブホルン。ラプル。理解よ。スレイブ。これはボガン。ロビンスワーン。必殺シップ。ゴムの。したってるのに船はどこだ。待ってたっていつ来るかわからねえ。こっちから迎えに行ってやろうじゃない。見せませんな。わらわが止めてくれよ。
しい皆様、いや、マネージャーたちに追いかけられてまして、ライスターソウルキングになったよね。戻ってきてくれるかしら。これから荒稼ぎって時に引退なんてさせてたまるか。なぜなら、そうよ、わらわが美しいから。お世話になったんだぜ。そしてこの島へ運んでくれてありがとう。攻撃をやめよう、無礼であろう。美しい、攻撃は中止だ。海賊女帝、そこで何をしている。
任務を妨害する気か。わらわのために道を開けてほしい。そしてそなたたちの船の積み荷も全て欲しい。何をバカなこと。そんな理不尽な要求が許されると思っているのか。わらわが何をしようとも世界中がそれを許してくれる。なぜならそうよ、わらわが美しいから。貴様ら、あの島にどれほどの凶悪犯がいるのか分かっているのか。麦わらのルフィならば、わらわが七部会として追い仕留める。それで文句はなかろう。はい、総員撤退だ。いなけりゃ、血の会社は終わりだ。一緒にくたばろうぜ、ソウルキング。新世界。
専念されている。狩りのゾロ、黒足のサンジ、やはり一味全員この島にいます。もはや我々には手に負えません。仕方ねえ、司令部に電電虫をつなげ。プル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 。こちら戦闘丸、状況を報告する。麦わらの一味によってパチビスタ全てを深く損傷。もちろん強さは2年前奴らを追い詰めた当時のまま。変わったのはあいつらだ。この2年の潜伏期間で目まぐるしい成長を遂げている。新世界の海軍本部に多く伝えとけ。麦わらの一味は完全に復活したとな。ガチャ。お前はガードだけじゃねえってこと、今教えてやる。ガンチ！
て。早く行け。エリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあエリー行ってくる。ああ。頂点まで行ってこい。どうじゃ？どこの誰だお前は？ロジャー、全てが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。すーげー！フランキーかっこいい！おーい！Yeah.